ヘッスルイス・オカーニャ・ペルニアは、スペインクエンカ県のプリエゴ出身の元自転車競技選手。なお、オカーニャ一家は1957年にフランスのモンデ・マルサンに移住した。1968年からプロ選手として本格的に活動し、1970年には、ブエルター・エスパーニャ、ドーフィネ・リベレで総合優勝を飾る。そして翌、1971年のシーズンは、 オカーニャにとって、良くも悪くも今後の競争生活に大きな影響を与える年となる。ツールド・フランス1971も参照エディ・メルクスはこの年、ツールド・フランス3連覇を期し、ここ一本に照準を合わせてきた。大方のゲバ表では、メルクスが他を圧倒して3連覇を果たすだろうと、見ていた。ところが、序盤から、メルクスを追い落とす勢いを見せていたオカーニャは、 アルプス越えの中盤ステージにおいて圧倒し続け、アルプス終了時点ではメルクスに7分以上の差をつけていた。ひょっとすると続くピレネー声ステージにおいてもオカーニャの勢いはメルクスを勝るのではないかという声まで出始めた。ところが雨が降りしきり、視界不良の状況となった第14ステージのメンテ峠においてスリップしたメルクスにオカーニャは乗り上げてしまい。 そのまま崖下へと転落。瀕死の重症に追い込まれたオカーニャは、毎夜上ヌのまま無念のリタイアとなってしまった。一方でこの年、オカーニャは秋に行われたグランプリでナシオンでメルクスらを破って優勝を果たした。翌1972年のツールでも、また、序盤からオカーニャはメルクスと激しく競り合った。しかしメルクスは、中盤のアルプスステージにおいて徹底してオカーニャ、 つぶしに出た。そして、これがこうを奏して、オカーニャをアルプス後へ途中で、リタイアに追い込み、ついにその後、メルクスは、史上二人目のツール総合四連覇を果たした。翌1973年、この年のツールには出場しないことになった。メルクスは初めてブエルタに出場。そこでまたまたオカーニャと対決することになったが、メルクスは一度もオカーニャに対して総合トップの座に、つかせず解消した。 しかしながら前日した通り、メルクスはこの年、ツールには出場しなかった。メルクス不在となったツールで、オカーニャはこれまでの鬱憤を見事に晴らすことになる。1973年のツールドフランスにおいて、オカーニャは、アルプス越えの第7ステージにおいて、マイヨジョーヌを奪うと、その後は、タオトを、最後は2位のベルナール手船に15分51秒の差をつけて、 悲願の総合優勝を果たした。とりわけ第8ステージにおいて他の優勝候補がオカーニャについていくことさえままならなかったというオカーニャの強さだけが光った。この強さに対し、ひょっとするとメルクスがいてもオカーニャに乾杯していたのではないかという声まで上がった。オカーニャはその後指したる両席を収めることはできなかった。幾度となく展開されたメルクスとの激しい攻防や ツールでの圧衝撃の反動が出て燃え尽きてしまったのかもしれない。そして、オカーニャ自身の人生も、また、悲劇の最後を迎えることになる。1994年5月19日、オカーニャは、領中自殺を遂げた、借金問題に加え、前々から患っていた、C 型肝炎に悩まされていた末の決断だったと言われている。ありがとうございます。